どうもー、まるばらチャンネルでーす。はい、どうも、まるばらチャンネルでーす。はい、久しぶりでーす。2週間ぶりでーす。はい、もう5月になっちゃいましたね。あったねー。はい、はい。はい、ということで。そうですね、まあ、暑くなってきましたし。そうだね。今日は、またスタバで、新しいやつなんですかね。そうですね。はい。新しいスタバでーす。はい。こっちの、ちょっと赤い方が、ストロベリーフラペチーノでーす。はい。で、こっちが、なんだっけ。コーヒーティラミスフラペチーノでございまーす。はい、甘いやつ。そうっすね。はい。あ、どっち、うん、じゃあ。どっちでもいいです。はい。はい、ストローが、これあれ。で、こっちが、あ、そうですね、そっちがいいんですね。コーヒーとなんかストロベリーでストローが違うみたいですね。違うみたいだね。なんで違うのかよくわかんない。なんかあれ吸い込みづらいんじゃないこれ。あ、ティラミスだから。で、ティラミス先いただこうかな。はい、はい、いただきまーす。ご飯食べてないかな。はい。どうですか。これ。はい。めっちゃうまいこれ。へえ。なんかコーヒーとお、ん？お茶、お茶？紅茶の、うん、紅茶があるんだけどさ、うん、まあ、これコーヒーだけどさ、うん、あのね、はい、コーヒーの苦味とね、またこのね、うん、ティラミスの甘さ、はいはい、とても良い、バランス良い、すげえうまい。これティラミスが入って、あ、なんかティラミスっぽくなってんじゃない、風味みたいな、うん、いや、すげえうめえよこれ。これなんか俺コーヒー苦手だけどこれはいけるわ。あ、そうっすね。うん、さすがにそれだけ入ってればコーヒーのあれもなさそうですよね、苦さも。うん、ほんのりあるぐらい。うん、全然気にならないこれ。うん、めっちゃうまいわこれ。これはね、コーヒー苦手な人もおすすめかなこれ。めっちゃうまいこれ。はい、じゃあそれ。じゃあ私のストロベリーフラペチーノですね。はい。これもなんか女の子が好きそうな感じですね。そうだね。で、これも女の子だけどね。あまり男が飲むようなやつじゃないよ。どんな、あ、なんかフラペチーノとか言ってますけども、うん、あれですね、ストロベリーが強いですね。あ、酸味が強いから、ね、そうですね。なんかコーヒーどこ行ったみたいな。コーヒーえ、フラペチーノ、まあ、コーヒー入ってるんだよね。コーヒー入っ、スタバだから入ってるはずですよ ね。でもコーヒーのなんか全然もうほんと生クリームとこのストロベリーしかもう感じない。うん、いやでもね、こっちはまだコーヒー感じる。こっちコーヒー全然感じないし、ゼロない。いや、もうちょっと溶ければあれかもしれない、うん、混ぜれ。これまずコーヒー入ってんのかなと思ってよう見たらストロベリーと生クリームだけじゃないですか。これ白と赤しかないですもん。いいじゃん、カフェインゼロじゃん。カフェインゼロ。あれ、これでもフラペチーノってコーヒー入ってんのかな。コーヒーではないんですかね。俺にはよくわかんない。そうそう。でもあれですね、最近暑いからいいですね。まあね。だんだんやっぱ夏っぽい感じがしてきて。昨日新潟県30度だったからね。そうですね。やっちゃ。いっちゃ高かったんですかね。多分一番高かったんじゃない、全国で。わかんないけど。確かに。自分もなんか、中は最初そうでもなかったんですけど、外出たらあっちゃ。やっちゃ、普通に。あっちゃ。とてもじゃねえけどね。いやでもそれは助かるね、これ。うまい、うまい、これは。ほんとうまい、これ。うん。これも。お前、コーヒー嫌いな俺でも全然飲むよ、これ。嫌いっていうか苦手。でもこのストロベリーがなんかジャムみたいな感じですね。なんかいちごジャムみたいな感じですね。そうね。ジャムプラス。それをなんか生クリームに入れました、みたいな。なるほどね。はい。まあこれ限定っていうか、あれ季節もんだからね。そうですね。まだこっちは限定かな。うまいね。あれ、ちょっと紅茶味も飲んでみたいけど。そうですね。紅茶好きだよ。ほとんど見たらフラペチーノばっかりでしたね、やっぱ夏だから。まあね、もう夏だからね。そう、なかなか。いつまでシートベルトしてんの。はい、ということで。そうですね、まあ期間限定なんで皆さんも、そうだね、これを機に、
そうですね。これは本当おすすめかな。甘いの好きな人は結構いいかもね。こっちは多分酸味が強いからね。そうですね。あんまコーヒーを味わえないから、ね。コーヒーだったらコーヒー飲めって感じかな。そうそうそう簡単に言うと。うん、いやでも全然進むこれ。うまい。あ、うまいっすね。うまい。朝飯食ってねえから。うん、腹にしみようと思った。これはトイレ行かんとだな。絶対これ腹食いますよ。よし、じゃあ感想。感想、まあどちらかといったらコーヒーティラミスフラペチーノの方がおすすめです。おすすめです。はい、はい、さよなら。さよなら。